こんにちは。速稼塾でいう受信力っていうのは様々な意味があるんですけども、受け取った情報とか状況をどのように分析するかっていう風なね、受け取り方もあるんですけども、やっぱりね、受け入れがたいものも受け入れていくっていう、この考え方も非常に重要なんですよ。例えば諦めなくちゃいけないことがあるときに、いやいやまだ可能性あるはずだっていう風に受け入れることなく跳ねのけてしまうと、本当にね、泥沼にはまる可能性があるんですよね。で、特に40代を過ぎて、特に50代、このあたりに来ると、自分の残りの人生で、どうやっても手に入らないものとか、諦めなければならないものを受け入れて、残された選択肢をいかにね、伸ばしていくかってことに特化した方が、実は高校に憂いがない、まあ、そんな人生が歩めるんじゃないかなと思うんですよ。それも言ってみれば受け入れる力なんですよね。だからもうね、億万長者になることを諦めて、そこそこ長者で行こうというふうに決めると、急に道が平坦になるんですよ。で、億万長者になろうと思ったら、やっぱり急な坂道登らないといけないところもあるんで、そこで息切れして、大きなダメージを受けて、泥沼にはまってしまうってことがないように、自分は別に億万長者じゃなくてもいいんだけども、まあ年収400万ぐらいのネットビジネスのプロで行こうかなと思うと、これはだいぶ楽ですよ。年収400万に照準を合わせて、自由な暮らしをやろうと思ったらね。これ吉谷さんは十分うなずいてくださることだと思いますけども、人一人生きるのに年間400万500万あったら、これはね、十分なんですよ。大贅沢しなければ少し余裕を持って生きていけると思います。なんなら日本人の有効労働人口の平均年収を上回ってるわけですからね。まあそういうことをやっぱりこう考えていく、なんかその人型の人物になるっていうことを、諦めるんじゃなくて、もうその道はないかなってことを受け入れてね、で残った選択肢で最良の道をこう選んでいくってことも、まあ受信力のうちの一つじゃないかなっていうことですよね。それじゃあ。